島村大君、えー、自民党の島村大でございます、えー、本日はですね、えー、諸先輩がいる中で、えー、質問する機会いただきありがとうございます <laughs> あの引き続き自民党をもうしばらく質問させていただきますのでよろしくお願いします、えー、また今回はですね台風十五号十九号そして 大雨により亡くなられた方に心からお悔やみを申し上げますまた被害に遭われた方々に対してはお見合いを申し上げさせていただきたいと思います今回は多発的な河川の氾濫やそして下水道の逆流そして長期停電など新しい課題もいろいろと 出てきました課題を一つ一つ丁寧に、これは与野党と,ともにですね、政府とともに一緒に対応してさせていただきたいと思っております、そして私の地元、神奈川県の川崎にですね、武蔵小杉っていう今、日本一高層のマンションが建っている場所がございます、でその中にですね、高層の方にですね、ある霞が関にお勤めの方がお住まいでしたが、 あの上の方の住まいだと聞いておりますが、今回、この19号の台風に、この多摩川が氾濫してしまうと困るということで、いわゆる住民の皆様方で、発電機が地下にあるんで、地下にこの氾濫、もし氾濫した場合、水が浸水しないように、可能性のあるところを全部土のうを。 えー、自分たちで土のを積んで、えー、氾濫が万が一しても大丈夫のようにしたらしいですそしたらですね、えー、それを全部終わってこれで大丈夫だろうっていうことだったんですがいやいや意外にですね雨が降って約1時間後にですね停電してしまったってことです。どういうことかと言いますと下水道の逆流なんですよいわゆる氾濫はしなかったんですけど 気がついたら下水道から全部水が出てきまして地下が全部やられてしまいまして一気にえこのいわゆる電源がやられたとでそうしますともちろんエレベーター水全部止まるとでこの方も三十数回の方だったらしいんでその後はですねやはりえウィークリーマンションいまだに借りてるるていうことなんですがそこで住んでらっしゃる。 理災証明書を役所に取りに行ったら、ですねその方の部屋は確かに被害を受けてないわけです。ですから一切出ないと まあこういう矛盾を非常に訴えておられましたが、あなたが役職,役職の役所の方々だから、一緒にどうにかしましょうって言ってるんですが、いろんな問題点が今回出てますので、一つ一つですね、われわれもですね丁寧にですねこれは対応していきたいと思います。今回、私はまず、年金の話をちょっとさせていただきたいと思っております。 でこの年金に関しましても、ご案内のとおり、我々7月の参議院選挙のときにです、ね、いろんなことがございました、その一つがです、ね、やはり、例の金融審議会のワーキンググループが出した報告書で、老後に公的年金以外に2000万円が必要だという、一つの大きな、これが話題になりました。 で私どもは、ですねやはりこの問題点が、ですねなんか急に浮上したような感じがしますが、このそもそもですね年金とはどういうものか、これをやはりですね、えー、今日はですね、えー、加藤大臣はじめ、皆様方と共通認識を持って、やはり過度にですね私はですね国民に不安を与えるんではなくて、年金そのものはどういうものかっていうものをまずは理解していただき、 それを理解していただいた状況の中で、えー、本当にです、ね、この令和の時代にどうしていくべきかということを、私はです、ね、その共通認識の下で議論していくべきだと思ってますので、共通認識じゃなく、えー、議論していくと、これはです、ね、不安ばっかり与えてしまうと思いますので、そこをです、ねえー、まず加藤大臣と、えー、これはです、ね、確認をさせていただきたいと思っております。 まず、ですねこの年金に関しましては、ご案内のとおり、昭和36年に国民皆保険制度と国民会年金制度ができたと、でこの時にですね大きく分けて、国民年金と厚生年金に分けたわけですよね。でこのの国民年金に関しましまてははその当時は 今と少し状況が多分違うと思いますが、自営業者の方々が、やはり定年はないけど、ある一定以上の年齢になると、やはりなかなか、同じ若い時と同じように仕事をするのが無理だと、そういう考え方で、これは国民年金を、これはですね、やはり共助のつもりで作ったと言われております。で厚生年金も同じようにここれれははは、ね、働いている方々が労使接班でやり 方々もやはりこれ、ね、定年になったあとにです、ね、これはですね、この生活の下支えになるようなものをしっかりと作ろうと、こういう考え方でございます。ですから、これだけですべてが、この定年後に生活費がすべて賄えるかどうかっていうのは、これはやはりその方の生活の仕方が大きい、それからそれまでにどれほどいわゆる、その、 しっかりと家を持ってるとか持,持てなかったとかいろ,んなこのあのいろんな理由があると思ですからそこをです、ね、しっかりと考えながらです、ね、やはり、えー、そこの原点を一つ、えー、共通認識を持って えー、このいわゆる年金生活だけでは難しいんであれば、年金以外もどういうふうに国は助成していくべきか、またはそれでも厳しい場合には生活保護という考え方もあるわけですから、そこをです、ね、しっかりと整理をさせていただきたいと思っております。で今回またこ、ね、このの万円の問題もこれは 今回初めてこの2000万円の問題が出たわけではなくて、やはり調べますと以前からこの問題は我々が議員になる前からいろんなこれはですね、厚生労働委員会でもまた予算委員会でも話し合っているっていう状況がこれは出てきております。でその一つがですね、やはり今回はこの金融庁の審議会が出した報告書はですね、この報告書の元になっているのは。 内閣,府内閣府統計局家計調査2017年のもとだと言われております、これは平均的な高齢世代、えー、夫が65歳以上、そして妻が60歳以上の無職世帯が毎月収支が平均しますと、約5万5000円、えー、足らないんではないか、こういう報告書になっております、これが30年間続くと、約2000万円が必要だというデータになっているわけですね。 では、えー、これが出た数字が、いわゆるこの今後です、ね、この将来年金が破綻してしまうから、こういうそのマイナスになってしまうんではないかという、えー、国民の方々からも、えー、質問を受けましたが、これはです、ね、年金が、えー、破綻するわけではなくて、この高齢者の方々も、えー、年金生活だけだと、確かにしその、えー、生活の仕方によっては平均すると、 こここの5万5千円足らないっていうことうはこれはれ確かに事実でありますただ、これがいいかどうかは別に、これから、これはこれから議論をするべきだと思っております。ですから、この違う調査で、例えばですね、総務省の統計、今日お配りさせていただいているこの調査表によりますと、 高齢・無職世代の実習に及び実質の推移で、これは総務省が家計調査を毎年なされておる結果ですと、これでも大体いい、えー、平成26年でこの5.3って書いてあります、約5.3万円が足らない、そして平成30年ですと、約4万円足らない。 これが確かに実収入と実支出質の差でございます。このようにですね、以前からこの今回の内閣府統計局が出したものを、この金融審議会が出したのが初めてではなくて、毎年毎年調査をさせていただいておりますと、このようにですね、 え長い期間、約4万円ぐらいの赤字になっているというふうに結果が出ております。では、これ、4万円という約平均しますとぐらいの数字ですので、では今回の5万5000円と比べますと、じゃあ、1万5000円違うんじゃないか、やはりこの年金が悪化してるから、実収入がさあの下がって、自分たちの乖離してるんではないかっていう、ちょっと誤解を与えてしまったふうに、我々もえこの選挙中に感じましたが、 これはですね、いろいろとあのご意見あるかもしれませんが、これはこの夫婦の世帯であって、単身世帯は入ってないわけです。ですから、単身世帯のこの状況を含んだ結果ですと、今回の金融審議会に出したデータでも、約4万円、4万715円が赤字の金額だと言われておりますので、これはですね、大体やはり夫婦で、 え見るのか、単身世帯を入れたこのデータなのかということを、一つ一つ、これはですねやっぱり、これは我々も発信していかなきゃいけないと思いますし、厚労省としても、そこはですねしっかりとえ国民の方々に、このデータはどういうデータなのかということをやはりこれは説明していくべきだと思っております。そこで,ですねえお話し,しましたように、では、このえ年金をですね今後、本当にどうするのか。 これに関しましては私もです、ね、このまんまで、じゃあこのまんま今、所得代替率が61.7%、これを保てればやはり保ちたいと思っている、ただ今の,のまんまでいけば推計が今、財政検証出ておりますが、 あのいろんなこの財政検証のこの推計を見ますと50、50%になってしまうんではないかという推計も確かにございます、ですからそういうところを、ですねでは今の61.7%をどうしたら例えば保つことができるかっていうのは、もちろん経済のこともありますが、やはりこれは支えて側を、ですねどうこれは頑張って、この支えて側を増やさせていただくのか。 これは無理に増やすんじゃなくて、やはりやっていただけるっていう手を挙げていただける方がいるんだったら、私はやっぱりそこは広げるべきだと思いますし、このえ今、約え週に今、20時間ですか、20時間以上、大企業の場合には20時間以上え働いている、それから88万円ですか、この基準をクリアしてれば、 これは大企業に関しては、えー、厚生年金に入,る入れる、えー、ただそれ以外、それ以下の方、また中小企業の方々は、 労使でこれは合意すれば入れるとか、やはりいろんな問題点はあると思います、ただこういう支え手を広げていくということは、私は必要だと思っておりますので、そこが一点、どうするかということと、もう一つはです、ね、これはあのいろんな経団連の方々もおっしゃいますが、特に中小企業の団体の方々はです、ね、このいわゆる年金の費用者拡大をしていけば、 いわゆる使用者側のこれはですねえ半分の折半の部分も増えるわけですからそこに関してもそこはしっかりとですねえどうするべきか。ここの会社をですねこれ えー、潰してしまえば、もともこもありません、ここはですねやはり労働者側の方々と、ここはですねしっかりと議論するべきだと思っております、そういう議論をすることは私は必要だと思いますが、ただ単にこの年金が潰れてしまうんではないかとか、そこはですね少し皆様方とと,ともに、この厚生労働委員会の 委員の先生方はないはずでございますが、えー、違う先生方が、例えばそういうただ単に、えー、頭ごなしに、えー、この年金が潰れるとか、安心百年が潰れてしまったとか、そういうことはです、ね、少しわれわれはです、ねえーあのー、発信をです、ねあのー、違うというんじゃなくて、そもそもの年金の考え方を発信をさせていただきたいと思います。そして、えー、ここで大臣にお聞きしたいんですが、 今のお話をさせていただいた2000万円の問題もございます、そして、そしてから財政検証の話も、あの財政検証の結果も出ております、国民に今後、安心な年金制度だということを、大臣からもお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。加藤大臣 今、島村委員からですね高齢者にとっての大事な年金、あるいは高齢者の生活実態等についてお話がありました、一つ、委員のお配りの中の,この不足というのも、ですねこれは収入から不足をしているということで、通常、若い世代に貯蓄を持った方は貯蓄を崩しながら、高齢期の生活に充てている方もおられる、多分それも含めた形で、この表が、この差額分というのは えー、賄われていいいるんだろうというふうとふに思います、まあ、したがって、高齢期において、さまざまな、もちろん働くことによる収入もあると思います、あるいは今申し上げた金融にかかる利子や、あるいは元本を取り崩して生活に充てている、まあ、さわさわりながら、多くの皆さんにとって、この年金というものが老後の生活のを支える、中核になっているということは、まあ、あの委員御指摘のとおりでありまして、この年特に公的年金をどう守っていくのか。 というのは私たちの大きな課題だというふうに思っておりますそういった意味で平成16年に大きな改正がありました まあそれまでは年々保険料が上がる、まあ、一体どこまで上がっていくんだって特に若い世代の負担っては年々増えていく、まあ、そういった意味で保険料を固定化する一方で,です、ね、調整を図るために、いわゆるマクロ経済スライドっていうものを導入しながら、給付水準全体のまあ調整を図って、まあ、各世代がそれぞれ負担しながらです、ね、年金の維持,持続可能性っいうものを維持していく。まあ、そして5年に1回 長期的な給付と負担の収支がどうなっていくのか、まあ、財政検証をさせていただき、まあ、その財政検証について、先般、ご報告をさせていただいたように、経済成長と労働参加が進むケースでは、まあ、引き続き所得代替率50%以上確保、まあ、これはあの法律に書かれているところでありまして、まあ、見通しもお示しをさせていただいたところであります。でいずれれにしてもあの今人、えー、人生生年時代と言われる中で,です、ねまあ、人生が長の 寿命が長くくなっていく、まあ、当然、必要な費用も出てくるわけでありますが、まあ、一方で、その中でいかに健康な寿命を延伸しながら、そしてその中で働きたいという希望がある方が働ける環境をつくっていく、また同時に、そうした長期にわたって働くということが、年金の方の制度にもですね反映させていく、まあ、こういった議論が必要だろうというふうに考えております。まああの まあそういった意味での議論を今、させていただいていると同時に、それからやはり根本においては、やはり年金制度を支えていくためにも、経済が成長して、そして働き手が増えていく、こういったことをに向けて、でさまざまな努力をしていくことも必要なんだろうというふうに考えております。島村大大君はいいいありがとううござまますす今大臣からお話したただきましたようにですね やはりです、ね、この年金に関しましては、これは与党、野党だけではなくて、やはり超党派でしっかりと国民に安心な年金を、これはですね、作っていきたいと思っておりますし、同時にですね、あの今、本当にな何が国民の方々がやはりこれは心配なのか、これはやはりですね、 今、大臣もおっしゃっていただきましたが、やはり所得代替率が下がっていけば、自分の年金の時給金額が下がると、本当にこれでいいのかっていうのを確かにそれは分かります、ただ、そこではその下げないようにするためには、どうするかっていう点もしっかりと議論するべきだと思っております。ですかからそれはいわゆるる保険料を上げるのか 今はその法的にはこれは、ま、あの上限をかけたわけですからこれは上げられませんがこれをさらに上げるようなことをしなくちゃいけないのかまたは今の制度でいけばマクロ経済スライドが働けば これはですね年金が破綻することは確かにございません、本当にそれでいいのかということを私はですねもう少し国民と、えー、理解していただきながら、これは議論をする点だと思っておりますので、今のまんまがこういう状況だからいいんだっていうわけではなくて、私はそこはですねしっかりと議論していくべきだと思っております。でででもうううつはすすね今こういう状況ですと 会社によっては、この社会保障に関しての負担が大きいので、これ以上確かにその正社員を、正社員というのは、その被保険者を増やすと、この会社も厳しいんで、じゃあ、もっと短時間にするとか、もう一つはですね、やはりフリーランス。 個人事業主とこれは企業がです、ね、この契約を結ぶような恐れも確かにあると思います、ただです、ね、これはですね我々の年代以上は、いやいやいや、それは困るんじゃないかっていうふうにこう頭から思うんですが、ただ、今の若い方々はいろんな働き方があると、自分は一つの会社ではなくて、いろんな会社とこの仕事をしていきたいと。 そういう場合には確かにフリーランス的な個人事業主として仕事をするのもこれは自分は自分から望む方もいるわけです。ですからそこはですね一概に フリーランスが行けないとか、個人事業主だと、えー、これは、えー、いわゆる,、えー、いわゆるその大企業とか企業の下置き的な立場になって厳しい状況になってしまうんじゃないかということをおっしゃる方もいらっしゃいますが、そこはです、ね、多様性のある、ただフリーランス的な方々にも、 不利益をなるべく与えないようなことは考えていかなきゃいけないと思いますが、いろんな働き方があるというのも事実でございますので、そこはです、ね、今までと違って、やはりです、ね、多様性のある、これはです、ね、社会保障を考えていっていただきたいと思っております。で、この社会保障でもう一つ今、全世代型の保障に関しての今、議論がされていると言われております。先ほど えー、羽生田議員からもお話ありましたように、えー、この年金もそうですが、えー、医療に関しましても、いろんな今、えー、ことが言われております、えー、いわゆる、えー、この負担とか、えー、いわゆるあの給付と負担を、えー、第一に考えてるんじゃないかっていうふうに、先ほどは、羽生田議員もおっしゃっておりましたが、やはりです、ね、ここはですね、 第一に、やはりその国民がどう健康であっていただけるのか、安心安全な生活をどう送っていただけるかっていう、これを第一にやはり考えていただきたいんですが、私もこの議論を聞かせていただきまして、一番その心配なのは、やはり高齢者の、後期高齢者の1割から2割、またはですね定額負担、これは今現在、定額負担制度があるんではないかという方がいるんですが、 これは大病院に関しては、プラス、例えば5000円とか1万円とか言われておりますが、あれは保険制度をです、ね、療養、えー、いわゆる選定療法、選定療法でやってるわけであって、根本的に、えー、この保険制度を変えたわけでは、窓口負担の比率を変えたわけではないわけです。ですから、そこはです、ね、今回、もしその定額負担を入れるとなると、これはです、ね、根本的に、えー、例えば3割を、 プラス100円なら100円とか、そういう金額がもし入った場合には、4割負担とか5割負担、いわゆるその金額によってですが、そういうことも出てくるわけです、ですからそういうことをですね、なぜこれ、前回の平成,10平成14年のときに、負担決議でもこれ以上3割負担で止めるんだと。 これはご案内のとおり、特に足立議員とか、私の先輩方はよくご理解していただいていると思いますが、長瀬指数っていうのがございます。で、この長瀬指数はですね、いわゆるどうして公的年金は3割で止めるべきか、4割ではだめかということは、これはですね指数でいきますと、3割で大体6割ぐらいの方々は、 受診抑制がかからずに、自分がもし万が一病気になったときには、えー、いわゆる、えー、診療流なりび病院にかかれるだろう、それが大体3割負担までは、6割の方は、えー、このお金を気にしないで、簡単に言いますと病院にかかれるんではないか、これが4割負担になりますと逆転しまして、えー、いわゆる6割の方はなかなか厳しくなるんではないか。 4割の方々は確かにいけるかもしれないけど、残りの6割の方々は、えー、この窓口負担のことを考えると、なかなかこれはです、ね、病院に行けなくなるんではないか、これは公的保険のいわゆる5割以上の方々が、これはやはりこの窓口負担のことを考えて、行けなくなるような状況を作るのはいかがなものかということで、これはしっかりとあの平成14年のときに、 マックスでやはり3割負担で止めるべきだということを、あれは私は言ってると思っております。ですから、ここはですねやはりこの公的保険のそもそも論として、私は3割の金額だけで4割にすれば、その金額的にいいんではなくて、やはり公的保険とはどういうことかということを、しっかりともう一度、皆さんで思い出していただき、そしてこのいわゆる定額負担は、私は、 いかかがなものかと思っておりますただ、そうしますと、憲法組合の厳しいこともありますので、そこはしっかりと考えていかなきゃいけないと思いますので、まずはです、ね、この全世代型社会保障の改革に関して、加藤大臣の先ほども少しお話ししていただきましたが、さらに気持ちをです、ね、大臣の立場としてお答えいただきたいと思います加藤大臣、まず全世,世代型社会保障を検討会議。 では、人生100年時代を見据え、70歳までの就業機会の確保、年金受給開始時期の選択肢の拡大、厚生年金の適用拡大の検討、予防健康づくりの推進など、まあ、年金、医療、介護と社会保障全般にわたる改革を進めるということになっております。まあ、こうしした方針ののも、まあ、先日第1回の会議も開催をし、まあ、今後 さらなご意見や与党のご意見を聞きつつ会議を開き具体的な項目を固めていくものと承知をしておりますまた与党においてもすでに現在医療界経済団体労働組合医療保険者等から <coughs> 様々な方から精力的なヒアリングが行われているというふうに聞いておりまして、まあ、そうした内容も踏まえて、まあ、与党からもぜひご意見を頂戴したいというふうに思っておりますで <coughs> そうしたご意見も踏まえながら 2025年、あるいは2040年を踏まえる中で,で、将来の日本の社会、そしてその中における社会保障、また医療、介護のあり方ということをしっかり議論していく必要があると思いますし、また当然、その中においては先ほど申し上げた健康寿命についても、それをどう伸ばしていくのか、そして支えてをどう増やしていくのか、そしてさらに、あるべき姿の中で,で、給付や負担のありようはどうなのか。 持続可能性はどうなのか、そういう形で議論を進めていくべきで、最初から給付とか負担の議論ありきではなくて、です、ね、あるべき姿の中で、どういう形なものを考えていくべきなのか、そういう議論をしっかりとさせていただきたいというふうに思っております。島村大君 ありがとうございますぜひ、えー、加藤大臣が先頭になって、ですね、えー、給付と負担が第一ではないと、あるべき姿から始めるんだということをですね言い続けていただきたいと思っております。そしてですね次に、えー、高齢者医療費負担が増大する中で、先ほどもお話し,しましたように、確かに憲法組合も厳しいところが出てきております。で今回あのー いろんな報告書を見させていただきますと、昨年度は教会憲法が約5000億の、逆に言いますと、えー、プラスになったと、で逆に憲法組合は、えー、厳しい憲法組合が3割から4割あるんではないかと、えー、解散してもいいぐらいの憲法組合も増えているとで、この憲法組合が、えー、もし解散してしまうと、えー、教会憲法に移行するわけですよねで。この教会憲法に移行してしてまうと 国費が、えー、憲法組合は、えー、国費が、まあ、ほぼほぼ原則的には投入されてないと、ただ、協会憲法に行きますと、えー、16.4%ですか、まあ、そういう国費を入れなくてはいけないですからやはり考え方としては、やはり頑張っていただいている憲法組合さんに関しましては、やはりある程度のやはり厚労省としても、えー、この、 頑張っていただいているところに関してはいろんな支援をしていただいていると思いますが今後、えー、この厳しいところに対してはどう考えているかまたどういう支援を考えているか教えていただきたいと思います浜谷保健局長お答えいたしますあの議員の問題意識あの共有いたしております <laughs> 憲法明愛につきましては同志協調の枠組みの中で 保険料率の設定、あるいは不加給付を実施するなど、自主自立の運営を行っていただいております。また、あの最近では、保険者と、まあ、事業主の距離が近いことを生かしまして、事業主と連携した。保険所を実施する。事業実施を出しする。など、公的医療保険制度の重要な担い手で,であるというふうに認識をいたしております。 県北組合の財政状況でございますけれども、急速な高齢化、あるいは医療の高度化等によりまして、あの医療費が増加し続ける中で、保険料負担が増加してきております、また、拠出金負担につきましても、高齢化等の進展に加えまして、まあ、近年あの負担能力に負担、負担能力に応じた負担とする観点から、制度の見直しを行ってきておりますので、まあ、それに伴いまして、あの負担が増加し、拠出金負担が増加しているというような状況でございます。 このような状況の中で、ご指摘のとおり、一部の憲法,憲法組合では、財政状況に問題を抱えておりまして、その安定的運営を堅持することが必要であるというふうに考えております。このため、あのこれまでさまざまな支援を行っております。まず一つは、高齢者医療への拠出金負担に対するさまざまな軽減措置、えー、拠出金負担の割合、あるいはその前期高齢者の,あの納付金の、えー、負担の重さ、こういったものにの応じた軽減措置を講じております。 また、従来から財政が悪化した憲法組合につきましては、医療給付費の一部を補助する支援を行っております、また、今年度からは、現在のままでは解散を選択する、蓋然性の高い憲法組合に対しまして、保険者機能の強化を図る観点から、保険事業の実施にかかる経費の補助も新たに行っております。 国民皆保険という支え合いの仕組みを維持するためには、支える側である現役世代の納得感も重要であるというふうに考えております。このため、引き続き医療の充実効率化について、努力を重ねますとともに、現役世代と高齢者世代の公平な負担のあり方、あるいはその憲法組合の支援の在り方につきまして、検討してまいりたいというふうに考えております。島村大君 えー、ありがとうございますあの引き続き今、えー、局長がお話していただいたことはやってほしいんですが、一つ、なんで協会憲法がこれだけプラスになって、えー、その憲法組合が少し厳しいかっていうのは、えー、多分ん皆様方ご案内のとおり、一つは、えー、高齢者に対しての、えー、総報酬割が一つの、えー、私は一つの,あのまあ、 制度を変えたためもう一つの大きな柱だと思っております。で、これは今までは人痘割ですから、えー、人数が多いところの教会憲法の方がもちろん多いと、でそう報酬割にすれば、収入が高い憲法組合の方のそれは拠出金が多くなるのは当たり前なんですが、まあ、その辺をですね、少し、えー、どういうふうに本当に検証していって、どのように、えー、もう少し、 きめ細かくやるかということは私は必要だと思いますし、もう1つはやはり今の立た付つけでとまあ当たり前かもしれませんが、後期高齢者の現役並みの所得者に関しては、ご本人は自己負担3割、でも自己負担1割の方は公費が50%入る、でも自己負担3割の方は公費は入ってない。 まあこういうふうにですねいろんなあのものがあるわけですから少しやっぱりそこは一つ一つ見ながらですねあの極端にこの厳しくなるとか少し楽になるとかじゃなくてやっぱり共助の世界ですからそこはですね考えていただき先ほどの話じゃないですけどここの憲法組合さんは教会憲法も憲法組合も 配当を出すわけではないですから、そこはですね、しっかりと、えー、もう少し制度を見直していただきたいと思っております。そして、えー、次にですね、あのー、地味政務官にぜひあのご回答を願いたいんですが。 地味先生も医療人のお一人として、非常に現場でご理解していただいていると思うんで、ぜひ地味先生にご回答をお願いいたしたいと思って、今回質問させていただく、これはあの医療関係、介護関係、それからまあいろんな分野に関しても、今、人手不足で人材派遣の会社の紹介会社、また派遣会社のいろんな今、問題点が出てきております。まずは 地味先生にそのお気持ちを熱いお気持ちをとどうこれをですね解決できるのか今いろいろと厚労省も考えていただいていわゆるこの職業紹介事業者は自ら紹介事業等に関しての情報を提供しなきゃいけないという義務付けまではしていただいておりますがこれでいいのかぜひともですね 先生のお気持ちをここでお願いいたします地味厚生労働大臣政務官お答えいたします昨今の医療介護分野の人材不足等により人材の確保に苦労している医療機関や介護施設が多々あり採用のために 職業紹介事業者に支払う手数料が高くなっているなどのケースがあることは、十分承知をしております。現在、委員もご指摘いただきましたように、厚生労働省としては、昨年1月から施行されている改正職業安定法により、職業紹介事業者に対して手数料等の情報の開示を義務付けるなど、求人者および求職者が自らのニーズに合った職業紹介事業所を安心して選択できるような環境整備に取り組んでいるところであります。 また加えて、職業安定法に基づく指針の改正により、就職した者に対する職業紹介事業者による2年間の転職勧奨を禁止しており、職業紹介事業者が手数料を得た後に早期離職を促している事実があれば、労働局において指導を行い、是正をさせることとしております。が、しかし、現在、委員もご指摘いただきました、現在、 医療・介護分野における職業紹介事業については、委員ご指摘の手数料や転職勧奨も含め、全国網羅的に職業紹介事業者や病院等の求人者、医師、看護師等の就職者に対してのアンケートによる実態調査を行っているところでございまして、その調査結果や委員のご指摘も踏まえ、今後、真摯に必要な対応を検討してまいりたいと思っております。よろししくお願いいたします、はい。島村大輝君 <laughs> ありがとうございます。あのこれ、先ほども少し話ありましたように、いわゆるその介護もそうですし、われわれ医療もそうですが、診療報酬は公費が入ってるわけですよね。で、この公費が入ってるそういう分野に関して、えー、民間の方々の お知恵それからお力をお借りして、確かにその人材を確保するということに関してはありがたいと思っております、ただ、それがですね過度にこの収入をあ、あの利益を上げてしまうのはいかがなものかというのが非常に私も疑問点に思っております、である私の,ですねあの神奈川県の医療関係者の方々にですねいただいたこのファックスの資料があるんですが、 それはですねその人材派遣の会社じゃなくて、その経営コンサルタントの方々が、今、一番、一番ですよ、収入を上げられる職種はこの人材派遣だということで、人材派遣会社をぜひ作りませんかという勧誘のファクスなんですよ。なるほど でそれを、えーまあ、いわゆる会社を、まあ、その経営コンサルタントの方は、多分株式会社か有限会社を作って手数料をいただいて、コンサルタント料、多分ん、まあ、それは、えー、手に入るんでしょうけど、こういう方々が非常に増えてると、でそこの謳い文句ですよ、これは本当かどうかは実際的には、それはその実際的に会社を始めた人の手腕によると思いますが、謳い文句はあらり一億。 年間あれ1億アラリ、あら,り <laughs> あらり1億を上げられるからどうですかっていう、そういう大文句で、皆様方に会社を作りませんかってやってるわけですね。ねこれはですね、違う業種で、そこまで今、この時世でできる業種があるかというと、多分ないと思います。だから、本当に多分それは嘘ではなくて、頑張ればできるのかもしれません。それぐらいいに今は利益率の高い これだけいい職業だと言われておりますので、ぜひとも民間の話であって、民間がやってるんであれば、私は、知恵と努力でそういう収入を上げることに関して、私はそれは必要だと思う、ただ、公費が入っているこの分野だけは、どうにかですね、もう一歩ですね、今の政務官の自見先生の話も分かりますが、 例えば公費ーーが入っているものの分野に関してはもう少しこれはです、ね、一歩踏み込んで、えー、我々医療人がです、ね、よくそのこれは、えー、契約をしてるからですけど保険診療をしている時にはよくあの東先生もおっしゃる指導っというのがあるわけですね。 指導があるるわけでですかららこういういい入ってるいくら民間の会社でも私は、ある程度、指導とか、まあ、監査というのはおかしいですけど、それぐらいの気持ちで実際的にその会社に行って調べていただかない限りは、私はこれは抑制にならないと思いますよ。いくらこれを情報提供が義務付けだとはいえ、じゃあその情報がもし間違ってたらどうなるんですか。この情報がある意味じゃ 意図的に間違えて情報を上げても、これは多分わ分からないですよ、調べない限り、そこまで今の、もちろん調べる期間もありませんし、それだけのじゃあ費用と、えー、この人為的なものをどうするかっていう問題も確かにありますが、そこはぜひ、ね、ともです、ね、もう少しもう一歩踏み込んで、ぜ、え、ひ、ー、ともです、ね、考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。あ手を挙げていたただきました 務委員ご指摘のように、公費の入っている分野ということのご指摘もたいただきました、厚生労働として省としては、委員をはじめとした多くの声を重く受け止めておりまして、現在、全国、網羅的に調査を行っております、これも大きな一歩だというふうに思っております。しっかりとその調査結果を踏まえて、真摯に対応してまいりたいと思います島村大君。はい あの今日はこの辺にしておきます <laughs> 次回またよろしくお願いしますあのちょっとすいませんあのだいぶ時間もしてんでじ順番を変えさせていただいて今日せっかく国交省の方が来ていただいてんですいませんちょっと砂工事についてお話をさせていただきたいと思いますあの砂工事に関しましてはご案内のとおり今そのま特、あ、養、えー、それからまあ あの老人ホーム等々の一つとして、左工寿っていう、サービス付き高齢者住宅に関して、非常に私としては制度としてはいいものだと思ってるんですが、が、建てる側、いわゆるハウスメーカーさんはいや、どん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 左工寿を建てた方がいいですよっていうお勧めがあります。私ののの地元ででもですねいやその 地主さんが、ですねうちはちょっと駅から遠くて、このちょっと不便なとこだとで、普通にアパートとかマンションを建てても、なかなかこれは今は入っていただけない、最初の新築のときには5年ぐらいはいいけど、その後はなかなか厳しくなる、でそうしますと、左高寿さんをお勧めているハウスメーカーさんが、いや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 、こういう仕組あのシステムがあります、こういう助成金もございます。 でこういうい左工樹ですと、えー、入っていただける方が今、高齢者がこれだけ増えてるんですから、絶対に高齢者の方々が入っていただけますよということで、ハウスメーカーさんがです、ね、左工樹の建物を建てていただいてで、そこに助成金を国交省さんが出していただいて、えー、最初は確かにその高齢者の方々が入っていただけるのは入っていただけるんですが、私の、えー、周りの地域では、入居率が、 えー、後ほど多分お話あると思いますが、その入居率までいってるかな、不思議なぐらい、ちょっと入居率が低いところが多いのが現状でございます。ですから、まずは、えー、国交省さんとしての作藤人に対しての今の現状と、えー、認識を教えていただきたいと思います。よろししくお願いします、はい、国土交通省大臣官官房小林審議官 まずあの、柵工事の整備状況についてお答えをいたします。平成23年度から、都道府県などへの登録制度を運用するとともに、今お話がございましたように、住宅を整備する事業者に対しまして、工事費の一部に補助を行ってまいりました。本年9月末時点でございますが、登録の個数は約24万8000、登録等数、旨数ですが、 約七千四百となっております。次に、あのサ,ーサービス付き,向けあ付き高齢者向け住宅に関する課題についてお答えをいたします。現状において、入居者の平均年齢は約八十四歳となっております。高齢者人口が増加する傾向にあることを踏まえれば、今後とも高齢者向け住宅の入居ニーズは高いのではないかと考えております。引き続き、高齢者向け住宅の。 入居ニーズなどを的確に踏まえながら、サービス付き高齢者向け住宅の供給と、整備された後の適切な管理・運営の促進を図っていくことが重要であると考えております。以上でございいまます島村大君ああの国交省としては、えーま、ずそういうその、まあ 箱物って言っていいんですかね、そういうその施設を作ることに関しては、えー、その高齢者が増えるんで、まあ、進めていくっていう考え方は、私もよくわかりますただ、箱物を作るだけではなくて、やはり少し改善はしていただいてて、いわゆる新築ばかりではなくて、改修の方に対しての方のが助成金の補助率を上げていただいてるのは、これも現実なんですが。 ただやはりまだまだ新築の方のが多いかなっていうのが正直なところでございます。 これだけ空き家問題があるわけですから、もちろんその空き家をすべて砂工時に転換するような建物じゃない場合にもあるのは重々承知をしております。ですから、最低限の床面積が原則25平米でしたっけ、25平米以上とか、いろいろな問題点、あとは廊下とかいろんなあるわけですよね。ですから、そこはそこでよくわかるんですが、これがいわゆる 国交省さんと厚労省さんと話し合いはもちろんしていただいていると思うんですが介護が必要な査工寿なのか介護付きサービスが必要なのか介護サービスをいらない見守りだけでもいいんだっていう、まあ、いわゆるご要望の方々もいろんな方々がいるわけですからそこはですねもう少し、あのー 次に面積とか決めるんではなくて、必要に応じて決めることができればなと思いますし、もう一つはやはりこういうことを含めて国交省さんとしては改善策を何か考えているのかありますか。小林新監。はい、お答えをさせていただきます。まずあの、えー、と新築の方が多くて改修が少ないということ。 でございますけれれどもこれは改修につきましてあの、廊下の幅を広げるとかです、ね、構造的にかなり大規模な修繕をせざるを得ないような状況がございまして、そういった適切、的確な物件がまだあまりないということで、改修の方が進んでいないということだと思います。たただあの先生がおっししゃいましたように 改修につきましては、えー、補助率は3分の1でございまして、新築の場合が10分の1の補助率ですので、改築の方に手厚くしておりますので、改築が促進されるように、今後とも努めてまいりたいと考えております。また、あのえー、タイプ別にはいろんな砂糖銃が今、供給をされておりますので、これもあの今後のニーズをよく踏まえながら、えー、引き続き、 さまざまなタイプの作養中の供給の促進に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。島村大君、まあわかりました。あの市民市民の方々がとかその介護が必要だ見守りが必要だっていう方々のご家族の方々がよく言われるのがですね、その自分の自分自身もそうですし親御さんがですね。 果たしてどこの施設が自分の自身それから親御さんにとって一番いいのかっていうことが一番ある意味では悩むとで情報もなかなかないで確かにえ介護に関しての,そのいわゆる行政が行政に行くといろんなえことを教えていただけるそこはある意味ではワンストップ的に今できてると思うんですがこの作工授に関しては ちょっと行政とは違うわけですよね行政に左行寿の話を聞きに自分はじゃあ左行寿のがいいんですか徳用のがもちろんいいんですかとか聞いた場合にこれは行政に行った場合には左行寺に関してはそのいやここにホームページがありますからこちらのホームページを見ていただいて考えていただきたいっていうちょっとワンストップ的な、えー、状況ではないっていう行政の 全てかかどうか私調べてないんで分かんないいんんんででかすがあの,私の地元はそういう状況になっていると聞いてるんですが、えー、ここはですねその大島老健局長に教えてほしいんですが今、例えばご本人なりご家族がその施設が必要だというときにはどういう窓口があってどういうご説明をなさっているのとか、査工時を含めてのそういう施設はどうなっているのかということをちょっと現状とどういうご認識かを教えていただきたいと思います。 大島老健局長、はい、あの今、先生おっしゃいましたように、あの地域包括支援センターというのが、あの全国の市町村にございます、えー、数でいきますと、大体5000か所、あのブランチを入れますと7000か所ございまして、えー、そこでは、まあ、あの我々の要項の中では、総合相談を受けてあのくれる機関という位置づけにしておりまして、 高齢者や家族の相談を受けまして、適切な医療介護サービスや機関、あるいは制度の利用につなげるということを、えー、役目としております。ですので、まああの、例えば要介護認定が必要であれば、そこにお勧めしたりとか、あるいは状態に応じてこういうことであれば、在宅サービス、あるいは施設サービスといった、まずどういうあの対応の方向性かといった相談がまずあると思います。個別の、の、えー、ではどこの例えば、にに入入るるかとか、と老人ホームに入るかとか ことになりますと、おそらく地域の社会資源リストをお渡ししたり、今、今先生がおっしゃられたように、ホームページをご覧になっていただきたいというお話をしたりとか、いうことが一般的ではなかろうかなと、個別の施設を強力にお勧めするということは、あまりそこまでは想定してないものではあります島村大君。あの いわゆる市民の方々はですねあの、そういう情報をいただけるのは確かにいただけるんですが、やはりなかなか自分で判断する、まあ、見学に行くとかっていうのもあると思うんですが、なかなか判断するのは難しい、そうすると、ケ、え、ア、ー、マネの方に教えていただくとか、やはりそういういろんな状況で、私はちょっと左向上に関してと、 ケアマネさんのは、ちょっと距離が遠いかなっていう,こう気持ちもあるんで、まあ、そういう意味では本当にですねワンストップで全ての施設をご説明できるような状況をもう少しですね踏み込んで作っていただければと思っております。でこれはですね、1つ、もう1つは、査工事に関しては、これはいわゆる契約は賃貸契約になるわけですね。ですかかららどちとというとこの 不動産会社の方々がお勧めする場合が非常に多いと現実的には言われております。で、そ,それはたまたま自分がその、えーい、いろんなその自分はどうかっていう、ご家族がどこがいいかっていうことで、そのケアマネージャーさんに聞くとか、えー、また今、その左向中の。 その専門のそういう紹介所もありますからそういうところに行って聞くとかやっぱりワンストップじゃないんで結局そこが最終的に決められるかっていうとわからないっていうのは正直なところで誰かにいやここがいいですよって言われていくかなっていうのが正直な現実なのでぜひともですねその方にあったところをなるべくやはりそこそのご本人がやはりそのその後 生活しやすいやはりそこに入ってよかったと思われるような仕組みを、ですねぜひともそこはですね考えていただきたいんですけど、すいません、大臣には通告してないんですけど、どうでしょうか、そういうのっていうのは、難しいですかね。加藤大臣。作工寿の関係含めてです、ね、で、まあ、どう情報をこう、特に地域における情報を、ですねその誰がしっかり把握するのか。 ただ委員ご指摘のようにその入り手から入るニーズのある側からすればです、ね、どれがいいというよりも地域に乗って自分の適するものがしかもどこが空いているのかということが非常に大事なんだろうというふうに思います、まあ、実際あの私もあの自分の両親のときにそういう状況でなかなか探すのが大変だったという経験もありますんであのでただ今の縦割りで全てが進んできているという状況の中で,です、ねまあ、そうした 情報の一元化なりです、ね、利用者にとって、えー、より、えー、優しい仕組みというんでしょうか、まあ、そういったものがどういうことにあるのか、あの国交省等々ともです、ね、連携をしながら、よく検討させていただきたいと思います島村大君。ありがとうございます。ぜひともです、ねあの、今までも国交省さんと、えー、これはです、ね、議論していただいていると思いますが、もう一歩踏み込んで、ぜひともお願いしたいと思います。 あのー、今日はですね、十一問質問を考えまして、まだ三問、四問しかできてないんですが、五十五分あるんで十一問考えたんですけど、時間が早いんであの皆様方もう時間だと思いますのでこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。午後一時に再開することとして休憩いたします。 gonna